久保さんいい言葉ですね。まああのー、なんだろうな。うん。与えなければ何も始まらないにしましょうか。与え,与えなければ何も始まらないで。その与えるっていう行為が今は、うん、今まではものだったんですけども、今は情報に変わりつつあるというか、もう情報に変わってるってことですね。スマホに スマホのアプリを開いて情報がなかったら、スマホアプリのニュースまとめサイト、まとめアプリとかね、全く意味をなしないですよね。アプリ起動しても、全然天気予報もなければ何のニュースもないみたいなね。だスマホって、うん、そこに何があるのかっていうと、インターネットの,ットの情報がそこに来るわけですよ、うん。もちろんゲームもできますけれども、あの今みんな情報を見てるわけですよ。 うん、これは昔はその、うん、情報を発信するところがテレビとか新聞しかなかったんでまあそういうところで見てたんですけど今はもうポケットから情報を見れる状態でみんながそれを暇つぶしでも見てるしもはや求めてるし、うん、ものじゃなくて情報っていうものに価値がついてきたんじゃないかなと思いますだからその情報をしっかりとあ流すっていう習慣というかまあこれの概念が あななないい人は今後生きづらくなるのかなと思いま,すうんまあ情報を受け取る側じゃないですか。ずっと。じゃあその情報に振り回されて終わりになるので逆に言うと情報を発信する側になれば振り回されることはほぼないですよね。だって自分が発信者中心になるわけですから。だから自分が中心となって生きていくっていう生き方があ今はできるんじゃないかなと思います。メディア洗脳を受けるわけでもなくうん自分の発信をしてね。 生きていくことができるわけですから。はい。自分中心に生きていく。いってらっしゃい。